皆さん、こんにちは。本日は、日本代表の久保建英のスペイン初ゴールについて話していきます。ぜひ最後までご覧ください。日本代表の久保建英が、ついにやってのけた。現地時間11月10日に行われたラリーガ第13節で、マジョルカは、ホームでビジャレアルと対戦。久保建英は、2試合連続の先発出場を飾り、4-1-4-1 の右サイドハーフに入った。その日本代表ミッドフィールダーに見せ場がやってきたのは、2-1と1点をリードして迎えた53分だ。ペナルティーエリアの外でボールを受けると、左足を一閃。強烈なシュートを逆サイドのネットに突き刺してみせた。10試合目の出場にして、待望のリーガ初ゴール。マジョルカの公式ツイッターは、久保、強烈なシュートによるゴラッソだ。と、興奮気味のツイートをしている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。